急熱とは人中共通感染症の一つ。ニュージーランドを除く全世界で発生が見られる。急熱という病名は英語の不明熱に由来している。1935年にオーストラリアの土地区上の従業員間で原因不明の熱性疾患が流行したのが最初の報告である。日本においても年間30例程度の人の症例報告がある。 獣医学領域では、コックシエラ症とも呼ばれる。コックシエラバーネティ弁性、細胞内寄生体である、レジオネラ目、コックシエラ科コックシエラ属、コックシエラ菌によって発症する。感染力が強く、たった一個吸い込んだだけでも感染、発病を起こす、可能性がある。自然界においては牛、ヤギ、羊、犬、猫などの動物体内に存在する。65度。 30分では完全に不活化されるが、摂氏62度30分及び摂氏63度30分では一部が病原性を失わない。また乾燥に強いため人愛とともに空気中に存在する可能性が高い。実験室内感染しやすく危険度クラス3に指定されている。人には国シエラ菌に感染している家畜やペットの糞便、父、 卵などを通じて感染するが、稀に、保菌谷の粉人吸入や交渉などからも感染する。ただし、鳥類は不健性感染。日本国外では、食肉解体処理場、羊毛処理場、乳肉加工場などでの爆発的集団発生が記録されている。病原体の宿主からの完全な消失は容易ではなく、症状回復後も長期間猛内系細胞に、 生産する。感染者の50%は不健性感染に止まり、残りの50%で急性の急熱を発病する。2から4週の潜伏期の後、高熱、頭痛、乙寒、筋肉痛、咽頭痛、全身の倦怠感などのインフルエンザ様症状が出現し、そのうちの20%が肺炎や肝炎の症状を呈する。 これらの症状は1から2週間で改善し、予後は良好である。急性の急熱の死亡率は1から2%で、回復した場合は修正にわたる免疫を獲得する。また、回復した後に慢性疲労症候群に類似した症状を呈することがある。子供がこの病気を発症した場合は、引きこもりと勘違いされることが多く、発見が遅れることもある。 慢性の急熱は、6ヶ月以上にわたる感染が見られるもので、急性の急熱に比べて症状が重い。急性急熱から慢性急熱に移行する頻度は5%程度とされている。慢性の急熱では、慢性肝炎、骨髄炎、心内膜炎を起こすことが多く、予後は不良である。慢性の急熱になりやすいのは、心臓弁膜症のある人、臓器移植を受けている人、 ガンや慢性腎臓病にかかっている人などである。オーストラリアのマーミオンらの報告によれば、慢性期に移行すると、慢性疲労症候群様の症状が現れる。ポスト、キューフィーバーファティーグシンドロームと呼ばれる症状が現れる。QFS は、慢性疲労を、微熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、寝汗、アルコール不対症、睡眠障害、 集中力と精神力の欠如、理性を失った怒りなどの精神的症状が現れ、数ヶ月から数年間継続する状態になる。QFS の症状は、多角所見では、リンパ節主張も認められず、炎症所見が認められない家計日であるため、一般的な感染症と認識されず、原因不明とされることがある。抑鬱症状を呈する症例が多数、報告されているが、 急熱との因果関係は科学的に証明されてはいない。しかしながら、基地燃料から遺書を作成したり、検査により急熱要請との結果が出た後に自殺した症例も報告されており、今後の検討課題ともなっている。A、非感染者 B、感染者の X 線写真原因不明の発熱、肺炎、肝炎は、急熱を疑う所見である。確定診断は、 病原体の分離及び検出、または血清学的診断による。病原体分離は治療前血液を、マウス、ラット、モルモット、発育系卵ラあるいは BGM 細胞に摂取して行う。通常の急性急熱では、アイム抗体の上昇に引き続いて、イグ抗体の上昇を認めるが、QFS の場合、抗体反応に一定の経過を示さないことが多い。 日本における IFA の陽性抗体化は抗体化が4倍以上の上昇とされており、集団感染を基準とする急熱先進国各国と同基準である。これらの検査に熟練を要するために検査期間が少なく急熱、QFS 検出の障壁となっており、相当数の患者が潜在することを示唆することができる。2014年現在日本における 法定伝染病に定められているにもかかわらず、診断に必要な検査は保険収載されておらず、1万円以上の自己負担が必要となる。急性急熱の治療においては、テトラサイクリン系抗菌薬が第一選択薬で、あるが入気の論系を使用することもあり、大抵は投与後2から3日以内に下熱するが、長期化した場合は、リファンピシンなどと併用される。 ベータラクタム系抗菌薬やアミノグリコシドは無効である。急熱の再燃や慢性化を予防するため、症状が改善した後も3から4週間ほど、継続投与することが望ましい。動物の治療にもテトラサイクリン系の抗生物質が使用される。治癒した場合、免疫を獲得する。オーストラリアでは、人用の急熱のワクチンが開発され、 獣医師などの職業的に、急熱に感染するリスクが高いと考えられる。人々に使用され、予防に成果を上げている。以前に、急熱に感染したことがある人では、ワクチンの注射部位に激しい局所反応を起こすことがあるため、接種の前に、皮膚テストが行われる。急熱は感染症法における4類感染症に、定められており、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る。 必要がある。コックシエラ・バーネティの小型細胞は、乾燥、消毒薬などに抵抗力が著しく強く、熱による殺菌については、種子、住環境内での殺菌が困難である。家庭で飼育する愛玩動物からの感染を防ぐためには、飼育に至る以前にその動物の検査が必要である。急熱の診断には、急熱を限定しての検査を行わなければならず。 一般の検査、診察では、急熱の検出ができない。急性期には、不明熱として処理されることが多い。人獣共通感染症は、医療現場ではマイナーであり、医師の選択肢としても希薄である。QFS に至っている場合、感染、発症から期間があるため、患者本人も、動物との接触が原因とは考えにくい。そのため、うつ病など、 他の疾患に誤診されやすい。急熱患者が急熱の診断、治療を受けるためには患者本人、または家族が急熱に対しての知識を持ち、担当医師の診断、指導などを否定しなければならない。急熱の検査や治療を行っている医療機関は日本全国においても4施設のみであり、居住地によっては 検査や治療を受けるために体調が悪い状態で遠方まで移動しなければならない。その上、急熱の検査は健康保険対象外となっており、相当の経済的負担を強いられる。コックシエラ・バーネティを不活化するため、土及び乳製品の成分規格等に関する省令において、生乳、または生や義乳を使用して食品を製造する場合は、 その食品の製造工程中において、生乳、または生焼き乳を、保持式により63度で30分間、加熱殺菌するか、または、これと同等以上の殺菌効果を有する方法で、加熱殺菌しなければならないとされている。オウム心理教の元幹部、遠藤誠一が、教団内で、呼吸困難を訴える信者が多数発生した際、急熱と誤診したこともあった。 林や夫が再検査して、誤診と判明したが、朝原将校は米軍による生物兵器攻撃を受け、急熱に罹患したと主張していた。ありがとうございます。